シャドウハンターズシャドウハンターズは日本のボードゲーム2005年発売。発売元はゲームリパブリック。デザイナーは池田康隆。シャドウハンの通称がある悪魔の救う森と呼ばれる魔界が舞台となっている。プレイヤーはシャドウ、ハンター、ニュートラルのいずれかになり、それぞれが勝利を目指すこととなる。シャドウはハンターの全滅かニュートラルの3人死亡。ハンターは シャドウの全滅と勝利条件が共通しているが、ニュートラルはそれぞれ目的が別なため、勝利条件もバラバラとなっている。自分が何になるかは配られた。キャラクターカードで決定することとなる。プレイヤーの正体が何らの方の人に判明すると、敵対陣営からは、勝利を妨害されるようになるため、序盤は正体を伏せて行動することとなるが、正体を明かすことで使用できる。 特殊能力やカードの効果もあるため、どのタイミングで正体を明かすかの駆け引きも重要となる。ゲームボード上にエリアカードと自分のコマを置いて、ゲームが開始される。コマは、キャラクターの現在位置を示すのと HP を示すのと2つ存在する。エリアカードはランダムで配置されるため、プレイするたびに状況は変化する。プレイヤーは自分のターンになると6面ダイスと4面ダイスの2つの ダイスを振る。その合計のエリアに移動し、そのエリアに書かれていることに従って行動し、次に自分の特殊能力を使うか、同じレンジにいる他人に攻撃するかを選んで行動を終了する。なお、自分の正体を明かすのはいつでも可能である。以上を繰り返していき、誰か一人でも勝利条件を満たせばその時点でゲームは終了となる。ゲームの舞台である悪魔の救う。 森の場所を表すカードである。6種類あり、それぞれに特殊な効果が存在する。古イニシエの最短タのプレイヤーから装備を強奪できる。希望と絶望の森誰か一人のプレイヤーに大衆ダメージを与えたり回復したりすることができる。自分を対象にできるし、効果を発動しなくてもいい。共同墓地黒のカードを引くことができる。境界次郎のカードを引くことができる。 老婆の世オバパカードを引くことができる。時空の境界黒のカード、白のカード、オバパカードのいずれかを引くことができる。特定のエリアに止まった時に引くことができるカードである。装備することができるものと使い捨てのものがある。白のカード防御系の効果であることが多い。ハンターに対して有利に働くカードもある。黒のカード攻撃系の効果であることが多い。 シャドウに対して有利に働くカードもある。オバパカード相手の正体を探るためのカード。誰か一人に他の人には見えないようにカードを渡し、渡された人は未知なるものでなければ、それに書かれている通りに行動しなければならない。シャドウ三人、ハンター三人、ニュートラル四人の計十人のキャラクターがいる。森に住み着く魔物である。 自分たちを退治しに来たハンターを倒すことが目的となる。未知なるもの HP、11特殊能力、なしをババカードに嘘をつくことができる。バンパイア HP、13特殊能力、吸血狼男 HP、14特殊能力、反撃森に住み着いたシャドウを退治するために森に来たもの。シャドウを全滅させることが目的となる。エイミ HP、10特殊能力、 テレポートフランクリン HP12 特殊能力、雷撃ゲオルフ HP14 特殊能力、破砕森に迷い込んだもの、それぞれが別の目的を持っている。アリー HP8 特殊能力、母の愛情勝利条件、ゲーム終了時に生存。ボブ HP10 特殊能力、強奪勝利条件、装備を5つ以上持つ。チャールズ HP11 特殊能力、 地の共演勝利条件、攻撃で死亡させた時に死亡したキャラの合計が3人以上となる。ダニエル HP、13特殊能力、絶叫勝利条件、最初に死亡するオアジブンが生存して、シャドウを全滅させる。別売りで新た20人のキャラクターを追加した、追加キャラクターセットも発売されていた。頭文字が、 同じキャラクターは HP も同じだが、勝利条件や特殊能力が変更されている。また、ボブの特殊能力や勝利条件も変化している。ありがとうございます。